まあ、元チームメートでもありますけれども、はい、まあ、あの点が取れないチャンスは作るんですけれども、うん、まあ、点が入らないと、うん、笛が鳴って前半の45分スタート。一呼吸置きながらボールを戻しました。あ、なるほど、手塚やはりアンカーの位置には入ってますね。いますね、さあこれ手塚先ほどもいいキックでしたからね。同じような位置ですね、どうするかですね。ここタイミングをちょっと外して手塚見直し、これも先制、これで3試合ぶりの得点を決めることができました。横浜 FC 1対0。やはりセットプレー手塚の精度の高いキック、ちょっと見てもらいたいんですが、はい、密集でしたね。そうですね、これもタイミングわざとフェイク入れて最終ラインをこうずらせてるんですよね、プレーを。でこれ田代がですね、実はここちょっと見にくいですけど、一個同じラインじゃなくて後ろから彼だけ出てきてるんですよ。ここをうまく合わせてる。でうまくこれインサイドキックで当てたこと、当たりが少し暗くなってきました。もう照明の火は灯ってるんですが、セコ、後ろ、ドンピシャリ、ドンピシャリ、これで2対0。後ろから飛び込んできたドンピシャリ出てましたんで、センターバックもちょっと絞りがちになったんですよね。またこれも後ろからやってきた、これちょうどいい技の前に入りましたんで、うまくパワー持ってたのがこう効きましたし、これもまた先ほどのゴールと同じようにこのキックの精度質が高かったですね。パワー持ってこう入っていますから、もうこのボールスピードはなかなか。野村、おお、1点返しました。最後は島川か、見事に1点返しました。こちらもセットプレー生かしましたね。ここに島川がうまく入ってきたタイミングよく、でこれヘディングの当て方なんかも強く当てないでちょっと擦るようなイメージでこう入りましたんで、ここも良かったと思いますね。島川決めて前半内で1点さ、エンドが変わりました。ハマブルーが右、左が白の大分です。どんな立ち上がりになりますか。前半は大変いい入りをした横浜 FC です。野村入れた、ボールは足元へ、そしてリフレクションを拾って高澤渡した、入れた、ナイスキーパー、6ターン、抑えの効いた今の岩田のシュート、そしてこの後もシュートが出ましたが枠の外、別な抑えの効いたシュート、はい、あそこディフェンダーもね体当てることできませんでした。罪はかなりボックスの中では出始めると思うんですよね。はい、ワンタッチで落としたのは知念です。野村に渡しました。野村一度開いて、そして田中です。田中は仕掛けに行ってクロスボール、速いヘディングシュート外れましたが、知念速いボールでしたね。いや良かったと思います、まあ、これがさあ田中見せ場、クロスボール、知念だ、その前にカット、もう一回ヘディングで落として野村、町田渡したボール拾って知念シュート、抜けて同点、追いついた大分、知念の一振り、6ターン取れず、バレてしまったんで、ここですね、そこをもう相手いないなということなんかも分かりながら、もう最後は振り抜きましたよね、うん、ちょっと小林かな、こう当たったんで、6ターンもうまく対応できなかったですね。あー、待って、羽田、野村、いいとこに顔を出した。んーとここはディフェンスがしかし戻ってきた、岩田うまい、そのまま知念、知念の左足太い、大分が今乗りに乗っている。そうですね、野村やっぱり効いてますね、はい、ここ の右足アウトで浮かせたところがまず恩返し、野村のコーナーキック、6段弾いて入れたのは岩田、ヘディングシュート、逆転に成功、入れたのはどうやら田中か、ヘディングシュートが吸い込まれていきました、3点目、2対3、大分ひっくり返す、入れるかなと思ったんですけど、やっぱりここも岩田のこのキック、この精度、深い位置、
でスタンディングだったんですけど、まあ、フリーだったんでその分だけうまくコースゴールとそれからあのボールをあのドイツシェアしながらフィニッシュよく決め切りましたね。いや知念聞いてますね、はいはい、前でこうターゲットになってますし、そして今タイムアップ、大分5試合ぶりの勝利。